ライムパークは、チェシャー州ディズリーの南に位置する壮大な邸宅である。ナショナルトラストによって管理され、ピークディストリクト国立公園のディアパークの幾何学的な配置の庭園に囲まれている。屋敷は、チェシャー州で最も大きく、グレード1に指定された重要文化財建築物として、イギリスの国会産リストに登録されている。屋敷は1346年に、 トーマス・デイニアーズ卿に譲渡され、結婚によって1388年に、ライムのリー一族に渡った。その後、ナショナルトラストに寄付された1946年まで、ニュートン男社クリー家の所有であった。ジョーンズのビュー・オブ・ザ・シーツ・オブ・ノーブルマン、アンド・ジェントルメンからのライムパークの北側現在、ライムパークによって占められる土地は、1398年1月4日付の直去により、 エドワード・クロ大使の息子リチャード2世によって、ピア・ースリーと彼の妻マーガレット・デイニアーズに付与された。マーガレット・デイニアーズの祖父、トーマス・デイニアーズ日は、1346年のクレシーの戦いでエドワード・クロ大使の軍旗の脱会に参加した。そして、エドワード・クロ大使のチェシャの辞書から入ってくる収入により、年40マルクの年金が与えられたが、この年金は、 エドワード・クロ大使が所有する同学の価値がある辞書と交換できることになっていた。サー・トーマス・キはーは1354年に死に、年金は彼の最も近い存命の血縁者である彼の孫マーガレットに渡された。マーガレットは1388年にピアース・リー一世と結婚した。リチャード二世はピアース夫妻を機に入り、1397年に 彼の家族に紋章を与え、1398年に年金との交換により、ライムハンドリーの辞書が、ピアーズ夫妻のものとなった。しかし、ピアーズ夫妻は、2年後、リチャード2世が王位を争うライバル、ヘンリー・ボリングブルックによって処刑された。1415年に、ピアーズリー2世が、アジャンクールの戦いで負傷したとき、彼のマスチフ権はそばに立ちはだかり、 戦いの真中何時間も彼を守った。マスチフは後にリーの家に戻り、ライムホールマスチーフの石となった。ライムホールマスチーフは大広間で飼育され、他の血統から隔離された。そして、ライムホールマスチーフは現代のイングリッシュマスティフの品種を築く上で非常に顕著な役割を果たしたが、その血統自体は20世紀初頭頃に絶滅した。 敷地上の屋敷の最初の記録は1465年付の2つ、折の写本にある。しかし16世紀の中頃、ピアースリー7世の生存中に、現在の建物の建設が始まった時、最初の屋敷が壊された。この設計者不明の屋敷は、東と北の並びで L 字型をなす設計で、部分的な増築は17世紀中頃に行われた。 1720年代にベネツィアから来た建築家ジャコモレオーニは中庭の設計も含めて南の並びを加えたを改装した。彼は屋敷のエリザベス調様式の特徴のいくつかを保持した。一方で彼の改装の多くはパンラーディオ建築とバロック様式の混合であった。18世紀後半を通してピアーー8世は今日の屋敷にある家具の大多数を購入した。 しかし、レリー家の財産は減少し、屋敷は荒廃し始めた。19世紀初頭、辞書はトーマスリーの所有であり、彼はルイス・ワイアット2816年から1822年の間家屋を修復する権限を与えた。ワイアットの修復は主に内装であり、彼はすべての部屋を改築した。レオーニは丸天井を南の並びに加えるつもりであったが、 これは一度も実現されなかった。その代わりに、ワイアットは使用人たちのための寝室を備え付けるために登場構造物を加えた。彼はまた、食堂が入っている一階建ての塔を東の並びに加えた。初代ニュートン男爵、ウィリアム・リーは、辞書に馬小屋と他の建造物を加え、オランダ式庭園を作った。20世紀初頭、第二代ニュートン男爵夫妻によって、 さらなる修正が庭に加えられた。第三大ニュートン男爵リチャード・リーは1946年にライムパークをナショナルトラストに寄付した。正面玄関が見える中庭ライムパークは中庭を囲んで全体が130フィート190フィートの広さがあり、チェシャー州で最も大きい。古い部分は砂岩の化粧石材の入った 四角い高架色の左岸の荒石の段で囲まれている。屋敷全体がウェールズ年番岩の屋根で覆われている。左右対称の北壁は3階建てで15本の柱間があり、中心の柱間はわずかに突き出た入り口から成り立っている。この柱間にあるアーチ型の出入り口には両側にニッチがついた通り屋敷の円柱がある。出入り口の上方にはペディメントがついた。 ドーリア式の円柱が3本以上あり、円柱の髪型に3本の追加的な円柱がある。すべての円柱の上にミネルアの像を有するオープンペティメントが付いた4本の追加的な円柱がある。建築学の歴史家、ニコラウス・ペブズナーは、この入り口について最も気が狂ったエリザベス徴用式の正面と言及した。入り口から見える邸宅の北側家からの斜像玄関ホールは、 東の並びにあり、レオーニによって改装された。玄関ホールは左右非対称で巨大な不柱とフルーティングを施した3本のイオニア式円柱の仕切りがある。中庭への出入り口にはオープンペディメントがある。蝶津外で壁に取り付けられた絵を開くと玄関ホールに向いたスキントが見えるようになっている。さらに玄関ホールには1623年から1636年の 間にモートレークで折られたタペストリーがある。タペストリーは本来ベルグレーブスクエアにあるリーケのタウンハウスにあり、1903年にライムに移された。タペストリーを家に合わせるために内装装飾者のアマり、ヨーベルトはタバナグルの移動を含め、フバシラの内4本を切る手直しをした。玄関ホールの南は図書館へ、東はワイアットの食堂へつながり、 17世紀後半の洋式の化粧漆喰の天井と彫刻を施したロダナ状の飾りがある。玄関ホールの装飾は珍しいクリストファー・レンのリバイバル洋式の初期の例としてみなされる。主要なエリザベス朝洋式の部屋が2つあり、客間とスタックパーラーになっている。部屋としては1階にストーンパーラーがあり、東の並びの最上階にはロングギャラリーがある。 ロングギャラリーにはまた、エリザベス一世の武器がついたマントルピースがある。大階段はレオーニによる階層に遡るものであり、バロック建築の天井になった。大広間は、中廊玄関の裏側の南の並びの2階にある。大広間の天井は、ロココ建築で装飾されており、部屋には、グリーンリング、ギボンズの作品と考えられている木製の彫刻作品がある。 礼拝堂は1階の北東の角にあり、また細やかな技を施した彫刻作品がある。ライムカクストンミサテン書は少なくとも1508年からリーケによって所有されてきた。現存しているミサテン書はソールズベリ式天礼によるミサテン書の形を完全に留めた現存する最古の半本として唯一知られているものである。リーケが1946年に 屋敷から転出した時ミサテン書も一緒に転出し、マンチェスターのジョン・ライランズ図書館に保管されていた。2000年代後半にナショナルトラストは、ライムカクストンミサテン書を手に入れ、ライムパークへ返却することに決めた。この返却を祝って、図書館の内装は19世紀の間までの様式に復元された。この復元は、図書館天井の木目模様の再現。 室内装飾品とカーテン用のベルベットの再生産。さらには当初の設計に基づいた部屋の壁紙の複製による貼り直しを含めたものであった。ライムパークは歴史的公園及び庭園登録簿にグレード2として登録されている。約550ヘクタールのディアパークの中にある6ヘクタールの整然とした庭園に囲まれている。庭園とディアパークには多くの建造物がある。 オランダ式庭園屋敷の西側は初期の水車用貯水池である。芝生の南側からもう一つの池の方に坂になっている。坂を越えると石の橋がかかっている小さい渓谷があり、この場所は暇つぶしとして知られている。芝生の西側は周囲より低いオランダ式庭園であり、ウィリアムリーによって作られた。オランダ式庭園は中央に泉がある整然とした。 成形式庭園から成り立っている。オレンジ温室栽培園の西、南、東側にはさらに成形式庭園があり、バラ園も含んでいる。ディアパークは14世紀にピアーズリー一世によって囲い込みが行われた。17世紀にリチャードリーはアメリカ鈴鹿家の木とライムの木を並木道に植えた。リチャードの息子、ピーターリー7世は、 公園内でより広大な緑化を実行し、現代のような外観になった。ライムパークは、ナショナルトラストによって所有され、行政管理されている。庭園や公園を含む屋敷はあらかじめ公表された時間に一般大衆に公開される。ライムパークと、その大広間はいくつかの映画やテレビ番組で使用されている。大広間の外観は、ジェーン・オースティンの小説。 高慢と偏見の1995年 BBC 制作のテレビドラマ、高慢と偏見でダーシー氏の屋敷であるペンバリーとして使用された参考文献、ありがとうございます。